はいはい、どうもどうも、社畜です。ついね、年が明けてしまいましたね。2019年といったところで、皆さん年末年始はどう過ごされましたか？やっぱりね、実家に帰ってる人とかが多いんかなね。まあ、自分もね、年末は、まあ、今住んでるところで過ごしたんだけど、年始はね、さすがにね、実家に帰りましたね。てかさ、実家に帰ってもあんまりさ、やることないよね。めっちゃ暇だったんだけど、なんか暇すぎてひたすら腹筋と腕立てばっかしてたね。腕立てもやめろこの野郎。なんだ、スプラローラか。本当にさ、腹筋と腕立てばっかしてて、なんかもうパンパンなんだけど、やばい。まあ、腹が筋肉痛で、かつ腕も筋肉痛みたいなね。あとはね、ちょっと母校とかにも帰って、まあ、練習とかもねちょっとしてたんすけど、まあ、そういったのもあってね、ほんと全身筋肉痛なんすよね今。やばい、筋肉痛すぎる。でも常にね、体ボキボキいってますもん。まあそういったところでね、実家に帰ってきたって言ったところで、まあ妹とかね、まあ母親とか父親にも会ってきたわけですよ。はい。でまあね、みんな知ってるんかわからないけど、うちの妹さ、めっちゃね、動物の森好きなんだよね。動物の森がさ、めっちゃ好きで、飛び森もね、かなりやってるんですよ。かつ、YouTube もね、めっちゃ好きで、YouTube もね、めっちゃ見てるんですよね。まあ、動物の森の実況をね、見てるのかは知らないんだけどね。ただやっぱりそのね、実家に帰って思いましたよ。まあ、突然、くるみっていうワード出たらどうしようみたいな。ね、思いますよね、そりゃ。でもびっくりするよ。ねえねえ、お兄ちゃん、くるみみたいな。どういう反応したらいいのみたいな感じじゃない、それ。でバレてんのみたいなね。そういう展開にはねなりませんでしたけどね。ただね、俺はね見てしまったんだよな。まあ、直接ねそのワードは出なかったとはいえ、妹が飛び盛りの実況を見てるって言ったところをね見えてしまったんだよ。まあ、僕の家ね、まあ実家3階建てで、まあ、リビングがね、まあ、2階にあるんですけど、で、まあ、割とね、その、帰省するとね、まあ、自分の部屋じゃなくてリビングにいることが多いんですよね。で、まあ、妹とかもね、リビングにいるんですけど、やっぱりそのリビングに行くとさ、みんな何してるか、わかるんだよね、なんとなく。なんて言ったらいいのかな。まあ、リビングにこたつがあって、まあ、妹もねこたつに入ってるんですけど、どうしてもさパソコンとかスマホの画面って見えちゃうじゃん。でもなんかさ、あ、こいつ YouTube 見てるなみたいな感じでね思ったわけですよ。まあどうせ嵐の PV でも見てんだろうと思ったら、まあ、動物の森の実況だったみたいな。まあそのね、さすがに画面をね凝視するわけにはいかないからとか、もう終わるな。ちょっと待って、ちょっと次ね、次の試合でまたちょっとね詳しく話します、そこについては。はい、やってきました、ミステリーゾーンと。なんかめっちゃキラキラじゃないこれ。すごいな、なんかクリスマスコーデみたいなね。バックには星があると。お、なんかこっち全員光ってない、なんだこれ。まあいいや、とりあえずやっていきましょうね。初のミステリーゾーンといったところでやっていきたいと思います。てかさ、さっき何の話してたっけ。ちょっと待って、何の話してたか忘れたんだけど、何の話してましたっけ僕。あ、そっかそっか、あれか、妹の話か。なんかね、そうそうそう、ちょっと前置きがね長くなっちゃったけど、妹がね僕いるんですけど、まあ、動物の森とね YouTube がねめっちゃ好きなんですよねっていう話で、まあ、偶然ねリビングでね一緒になった時に、まあ、妹のスマホをね覗いたんですよ。でなんと飛び森の実況を見ていたとね。まあ、誰の実況かまではねさすがにね画面見ることはできなかったんだが、あー、やっぱこいつ見てるんだってね思いましたね。となるとやっぱりね、さすがに見てるよなみたいな。ね、まあ、特に何も言われなかったけどさ、特に何も言われなかったけど、これバレてんじゃねみたいな、そのね恥ずかしいみたいなね感じでしたけどね。あれ逆にさ、言われない方が恥ずかしくないかね、言われた方がまだ恥ずかしくない俺は。言われない方が恥ずかしいよ。いやマジで。まあそんなところでね、そんな出来事がありましたって言ったお話でした。けどやっぱりあれだね、
世間は狭いなと思いました。あ、ちなみにね、どうでもいい話ですけど、僕の母親もね、めっちゃ YouTube が好きで、なんかさ、いきなり YouTuber になろうかなとか言い出したんですよ。そう、なんか旅動画あげようかなとか、なんか実写動画あげようかなとか言ってるんですけどね。ちなみにクソどうでもいい情報かもしれませんが、僕の母親はね、ちょうど50ぐらいかな、まあ、ちょうど50ぐらいになりますね。さすがに50からね、 YouTuber デビューってどうなんだ。いや別に全然問題ないと思うけどね。てかなんかあれだよな、自分の母親が YouTuber になるってなんか嫌だよな。どうするよ、まあ、いきなり YouTube 見てたらさ、ハイテンションのお母さんが、はいどうもお母さんですみたいなね、挨拶ともにいきなり現れたら嫌でしょね。さすがにちょっと親子で YouTube やるのはちょっと嫌かな。別々のチャンネルとはいえ、てかこいつ強えな、なんでこいつ。 OK やっていく。いいね。てかなんか話してるけど普通に結構ボコボコしてるな。時いいね、いいね。結構試合は拮抗してますね。やっぱりね、今回のフェスやって思ったわ、スプラ楽しいと。ね、ごめんよスプラ、最近さ、スマブラとかフォートナイトとかいろいろなゲーム逃げて全然スプラやってなくてさ、これからね頑張ってスプラやっていくなっていうことをなんか毎回さ動画で言ってる気がするけど、まあそれは気のせいだよな。てなわけでお疲れ様でした。さてさてさて、やってきましたミステリーゾーンと待って、またミステリーゾーンかよ。なんかさ、これ3回連続ぐらいでミステリーゾーンな気がする。はい、まあそういったところでね、やっていきたいと思いますね。今回のミステリーゾーン広いですよね。まあシンプルなステージな気がする割とね。てかさ、クソどうでもいいかもしれない話なんだけどさ、めっちゃこれ外綺麗じゃない。なんかステージが綺麗じゃなくてステージ外が綺麗な気がするね。なんか宇宙の中に浮いてるみたいな感じなんかな、これイメージ的には。すごいよな、めっちゃ綺麗、やばい、幻想的だな。てなわけでね、そういったところでやっていきたいと思います。クソ前置きがね長くなったけど、ちなみにね、今は実家から自分の家に帰ってきました。まあ来たからね、こうやってフェスができてるわけなんですけどね。まあ実家に帰ったら帰ったで、はあ、実家って落ち着くなって思うんですけど、やっぱ何なんだろう今住んでる自分の家の方が落ち着くわ。ごめん実家よ、ごめん。やっぱ自分の家の方が落ち着くわ。何なんだろうな、やっぱベッドで寝れてるってのもあるのかな。実家はね布団なんですよ、まあ、今住んでる家はベッドなんですけど、実家はね布団なんで寝にくいんだよな。そう、布団で寝る機会ってあんまりないからさ、寝にくいんですよね。まあ実家に住んでた頃はねずっと布団だったんだけど、やっぱあれだな、ベッドに慣れちゃうと、あのベッドのふかふかさに慣れちゃうとなんか寝にくくね感じちゃうんだよな。っていうか腰が痛くなるんだよな、年かよっていうね。さらにどうでもいい話していいですか。今ね使ってるベッドニトリのやつなんだけどさ、確かフレームがなんぼだっけな、フレーム結構高かったんですよね。4万円、いや4万円はちょっと盛りすぎかな、いやだからそんぐらいした気がする。でもマットレスが3万弱、いやもっといってるか、3万5千、いや忘れたけど、まあそんな感じだったんですけどね。割とね安くで買ったんですけど、かなりねいいっすよ本当に。ベッドはね皆さんニトリで買ってください。なんか専門的なところに行くとさ、ベッドで普通に10万以上するんだけどさ、まあ、自分はなんかフレーム入れてね確か7万もしなかったかな。ただなんかこれで相当ね寝やすいんだよな、マジで世界変わったわ。まあ、それまではねマジでなんか安物の布団で寝てたからさ、マジでね世界変わりましたね。ちなみにこのベッドで寝てもう3年ぐらい経つんですけど、まだ、ね、全然劣化しないですからね。これ多分あと2、3年使えるんじゃないかな、いやもっと使えるはわからないけど、ね、まだ全然潰れる兆しが見えないんでね。まあ、そんなところでもうそろそろ終わるかな、あと15秒ぐらいで。まあ、そういったところでね、まだチャンネル登録してない方おられましたら、ぜひねチャンネル登録してこれからも遊びに来てくれ。まあ初見はね常連の始まりなんで、ぜひよろしくお願いします。